こんにちは、ホロロです。ポケットモンスターを題材にしたドラマ、ポケットに冒険を詰め込んでを鑑賞しました。皆さんはもう鑑賞されましたか？僕の正直な感想をお伝えします。あまりワクワクしませんでした。はい。辛口になりすぎないようにレビューを行っていきます。まずは今回も30秒でわかるあらすじ。主人公の鍵窓かは、クリエイティブな仕事がしたくて広告代理店に就職します。しかし、理想とかけ離れた現実に失望し、うだつながらない日々を過ごしていました。そんな折、実家から送られてきた荷物の中から、ゲームボーイポケットと、ポケットモンスター赤を発見します。子供だった頃にポケモンにハマり、ゲームの世界で大冒険を繰り広げていた日々を思い出した窓か、再びゲームボーイのスイッチを入れ、新たな冒険の第一歩を踏み出しました。そしてそこには、今窓かがぶち当たっている壁を乗り越えるためのヒントが隠されていたのです。懐かしい、初代ポケットモンスターのゲームの画面 BGM と一緒にマドカの新たな冒険が始まりますというのが本作のあらすじです。ポケモンのドラマ化といっても実際のポケモンが出てくるということではなく、ポケモンのゲームに感化された主人公が自分の生き方を見直していくという大人向けの作品になっています。さてさて、どんなお話になるのでしょうか。それではポケットモンスターの世界へレッツゴーと、その前に少しだけ自己紹介。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。前クールではドラマトリリオンゲームを取り扱いまして、原作漫画のファンである漫画 YouTuber の歌丸さんと一緒に10本の動画を作りました。トリリオンゲーム視聴済みの方、目黒蓮さん、佐野隼人さんのファンの方にぜひご覧いただきたいです。コンクールではフェルマーの料理とその他に30分のドラマをもう1本取り上げる予定です。その候補の一つとして、今回ポケットに冒険を詰め込んで第1話を掘り下げます。冒頭でもお話した通り、ちょっと微妙だったんですよね。まずポケットに冒険を詰め込んでの概要をお話ししましょう。主人公赤木まどかを演じるのは西野七瀬さん。アイドルグループ乃木坂46出身の女優さんですね。趣味の一つとしてゲームを上げており、ポケモンもよくプレイしていたそうです。1話あたりの放送時間は25分。めっちゃ手軽に見られます。 TVer では見逃し配信されています。1話はしばらく配信されているので、ぜひご覧ください。ゲームボーイのポケモンのゲーム画面や BGM が使われているので、ストーリー度外視で懐かしめますよ。完全に見逃してしまっている方は Unext でチェックです。初めての利用だと無料期間があるので、ぜひお試しください。概要欄にリンクを貼っておきます。さて、第1話のストーリー振り返りです。先ほどの30秒あらすじの延長でお話しさせていただきます。サブタイトルは効果は抜群だでした。マドカは電子ポットの競合プレゼンに参加させられることになりました。競合プレゼンはクライアントが企画競争させて広告代理店を選び直すことと説明が入ります。要は仕事の発注を受けるためにクライアントの前で心をつかむプレゼンテーションをする必要があるということですね。どのようにプレゼンの内容を決めればいいのか悩むマドカ、手に取ったポケモンをプレイしているうちに、最初に選んだポケモン人影の攻撃が岩タイプのポケモンイワークに対して効果は今一つとなり、苦戦する場面に遭遇します。ポケモンにはタイプの相性があります。バトルする相手によって効果が抜群になるタイプの攻撃をするのが理想です。そこでマドカはプレゼンでも同じことが通用することに気づきます。プレゼンに参加するクライアントのことをよく調べ、効果が抜群、すなわち相手の金銭に触れるようなプレゼンテーションをする必要があるのです。見事効果が抜群のプレゼンテーションを行い、クライアントの心を掴んだマドカ、企画競争にも見事勝利することができました。以上。いやー、今回これだけなんですよね。ポケモンに絡めてはいるんですが、感じのストーリーがちょっと浅すぎて、別にポケモンじゃなくても成立する話なのではという思いが拭いきれません。とはいえ、ポケモンのファンにとっての見どころはたくさんありました。第1話で登場したポケモン要素について掘り下げていきましょう。その1、主人公赤木まどかについて。赤木まどか28歳、ポケットモンスター赤を連想させる名前になっていますね。なお、ポケットモンスターダイヤモンドパールには赤木というキャラクターが存在しますが、彼は悪の組織のリーダーなのでまず関係ないでしょう。ちなみに今ある世界を滅ぼして感情ない世界を作ろうとしているヤバいやつです。まどかはキャップをかぶっているシーンが多かったですね。職場でもキャップかぶりっぱなしでした。ポケモンシリーズの主人公にとって帽子は大切な存在。初代から最新作までおしなべて様々な種類の帽子をかぶっています。特にキャップは初代主人公であるレッドがかぶっていました。ゲームを知らない人にとってはアニメの主人公だったサトシの方がそのキャップをかぶった姿が印象的かもしれません。またまどかは関東地方の真白町育ちとのことでした。初代ポケモンの舞台は関東地方、関東はカタカナ表記です。また初代主人公レッドはマサラタウン出身でした。オマージュを感じますね。ナレーションをしているのは大木戸、ポケモン博士の大木戸と共通しています。柳葉敏郎さんが声を当てていますが、いつかドラマにも登場するのでしょうか。その2、ライバル工藤みどりについて。ポケモンにおいてライバルの存在は必要不可欠。初代ポケットモンスターのライバルの名前はグリーン。自信過剰な性格で旅の先々で出会うのですが、その度にレッドを見下すような態度を取るいけすかないやつです。ドラマの第1話でも少しだけライバルが登場しました。その名は工藤みどり、演じているのは内田理央さん。名前にみどりが入っており、グリーンが意識されていますね。ゲームと同じくめっちゃ煽ってきました。結局主人公に負けるのもゲームと同じ展開です。その3、
ピカチュウはどこ？ドラマの中では実際にゲームをプレイしているシーンがふんだんに登場します。ゲームもまだ始まったばかりということで、最初のダンジョン、時輪の森が登場します。ここには低い確率でピカチュウが出現します。かの有名なピカチュウはレアキャラなんですね。見た目の可愛さ、珍しさが、プレイヤーの絶対に捕まえたいという気持ちを絶妙に刺激します。マドカも捕まえようと苦戦していましたが、結局第1話でその姿を拝むことができませんでした。ミッキーマウスとタメを張る世界一有名なネズミですから、きっとこの後どこかで登場するのでしょう。なお、マドカは最初のポケモンに炎タイプの人影を選んだので、ここでピカチュウを捕まえないと花田ジムの霞に挑む時に地獄を見ます。その4、人影はきつい。マドカは最初にもらえる1匹に炎タイプの人影を選びました。名前に赤が入るマドカらしい選択と言えます。ところが最初に選んだポケモンによって難易度が大きく変わるのが初代ポケモン。人影という選択は一番苦労するんです。それは人影が弱いわけではなく、序盤に挑むことになる岩タイプや水タイプのジムと相性が悪いせい。そこからマドカは今回のプレゼンを成功に導くためのヒントを見つけるわけですが、果たして岩タイプの岩アークを撃破することはできたのでしょうか。ところで人影は最終的にリザードンに進化するポケモン。その見た目のかっこよさから未だにトップレベルの人気があります。リザードンに憧れた小学生たちはみんなこの苦渋を舐め、そして強く成長していったのです。僕ですか？もちろん人影を選んでいました。ちなみに一番の安牌は草タイプの不思議種です。皆さんは人影、不思議種、そしてゼニガメ、どのポケモンをパートナーにしていましたか？なお小ネタですが、リメイク版ファイアレッドでは救済措置として人影が岩タイプに効果が抜群な鋼タイプの技メタルクローを習得するので難易度が下がっています。テコ入れが必要なほどのこの難易度、マドカも今頃後悔していることでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回はポケットモンスターを題材にしたドラマ、ポケットに冒険を詰め込んでのレビューを行いました。正直ストーリーはペラペラですが、実はこれって初代ポケモンにも共通していることなんですよね。初代ポケモンのあらすじですか？旅の最中で悪の組織ロケット団をぶっ潰して最終的なゴールであるチャンピオンを目指す。これだけです。何のドラマ性もありません。ともあれ、ゲームそのままの BGM やプレイ画面、そのオマージュを絡めた演出など、ファンサービスは充実しすぎています。脚本の進化も期待しつつ、2話目も楽しみに待ちます。本チャンネルではドラマの感想、考察、ストーリーの振り返りで行っています。2023年秋のドラマの中で、フェルマーの料理を取り上げることはすでに決定済み、その他に、時をかけるな恋人たち、マイホームヒーロー、ポケットに冒険を詰め込んでの3作の中から特に反響や再生数が多かったものを継続して取り上げる予定です。一緒にコンクールもドラマを楽しんでいきましょう。次回はフェルマーの料理第1話を取り上げます。いよいよ来ます。今期特に期待のドラマフェルマーの料理、原作漫画を全巻所持している歌丸さんにも協力してもらいながら感想や考察、ストーリーの振り返りを行っていくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。歌丸さんの原作漫画紹介動画も一緒に合わせてお楽しみいただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。